ておくべきじゃなかった。代々の皇帝に伝えられてきたあの、すげえぜ親父、やっぱり天ってやつは親父を選んだんだ。だってそうだろ、じゃなきゃ親父が拾うわけねえ。父上、曹操のごとき陥没に下ってはなりませぬ。まともに戦って勝ち目はありません。降伏すべきです。曹操からの降伏勧告、劉備からの共闘依頼、こんな時父上ならどうするだろう。兄上ならどちらにも利があると私は考える。だが私は孫悟の皆の力を信じている。よって未来を見据えた決断を下す。我らは劉備殿と結び曹操を討つ。以後降伏を唱える者はこの机と同じ運命に遭うと思え。まさかそなたとこのようなことになろうとは。私はなんとなく予感してたわ。姫様、お達者で。蓮子、今までありがとう。本当は一緒に連れて行きたいけど、私よりもっと練習を必要としている人がここにはいるものね。練習、兄様をよろしくね。この婚姻は劉備を縛る鎖となり、孫悟を責めることを許さぬだろう。将校は幸せそうだ。政略として送り込まれるというのに。あなたは人物の器では父上に遠く及ばず、覇気では孫策の足元にも及ばない。知っている。それこそがあなたの強さだ。己の弱さ、無力を知り、その上で勝つための方策を検討できる。弱くあれ、臆病であれ、姑息であれ、なればこそ最後に勝つのは孫忠謀だろう。兄のように慕っているあなたの言葉だ。
胸に刻もう。これで思い残すことはない。待ってくれ。